専門女子の波平丸です。今回は映画のお話です。 Amazon プライムビデオで映画を見たんですよね。タイトルは See Here Love、 見えなくても聞こえなくても愛してると言いまして、病気で突然視力を失った漫画家の男性と生まれつき聴覚障害のある女性の物語なんですね。6月9日から Amazon プライムビデオで配信が始まっていて、7月7日からは劇場版も公開されているそうなんですね。で、私はアマプラで音声ガイド付きで見ました。恋愛映画って何年ぶりだろうっていうぐらい久しぶりで、最近全然見てなかったんですけど、やっぱり視覚障害を扱ってる作品っていうことで注目していたんですよね。視力を失った漫画家のシンジを演じているのは山下智久さん。役作りのために自宅で数時間目隠しをして過ごしたりしたということを語られていたのが印象的でしたね。見えないってどんなものなのか、ほんの少し体験してみるっていうだけではなくて、その状態で生活するっていうのはこんな感じなのかなとか、こういう気持ちになるのかなっていうのを自分自身の感覚としてしっかり持って演技をされているんだろうなって感じましたね。映画を見ていたら、私にとっては聞き慣れたボイスオーバーの声が聞こえてくる場面もありまして、やっぱりこれが活躍してるんだなって思いましたね。見えない彼と聞こえない彼女、コミュニケーションが取りにくかったりもすると思うんですけど、今はスマホやタブレットがあるからいいですよね。私も大学時代に聴覚障害のある仲間たちと私のしゃべるガラケーを使ってコミュニケーションをとっていたのを思い出すんですけど、今ならその時よりスムーズにやり取りできそうだなっていう気がしますね。この映画を見ていて思うのは、音声ガイドってやっぱりありがたいなっていうことですね。セリフでは表現されていないいろんなことが映画の中にはたくさんあるんだなって改めて感じました。すごく充実した内容の音声ガイドだったんですけど、それをうまく映画に挿入していくって大変な作業なんだろうなって思うんですよね。ガイドを制作してくださる方々にも本当に感謝ですね。ということで、 See Here Love、 重たい内容ではありますけれども、ただ重たいだけじゃない、いろんな要素の入ってる映画かなと思うので、ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。ということで、今回は私の見た映画のお話でした。最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。波平丸でした。